お疲れ様です。お疲れ様です。250番です。ショーチャンズ TV です。お願いします。お願いします。今日は、ショーちゃんが懲役の時に、一緒だった、名古屋アベックうんたらかんたら事件、はい、事件、はい、あの有名な、すごい有名ですよね。有名ですね、うん、あれは今でも語り継がれてるというか、うん、はい、ググったらもうすぐ出てくるというか、はい、凶悪事件ですよね、日本の。そうですね、うん、もう愛知で、まあ、たまたま僕も愛知だからあれなんですけど、よく知ってたんだけど、まさかね、刑務所の中でその方たちとお会いするとは思ってなかった。あ行ったところがたまたま岡山、はい、で、まあ、彼らたちも岡山にいて、だから僕もそこで偶然出会ってしまったという。で、その主犯の人とか見たんですか？そうです、主犯が一番最初に第7工場金属工場ですね、車の部品作ってる、そこで一緒になりましたね。どんな感じのやつなんですか？まあ、おとなしいですよ、すごく。うーん、声も小さい、今でも思うけど声も小さいし、うん、あの自分を出す感じじゃない、だからやんちゃっぽく見えないとか、やんちゃって俺はさって必ず自分のことをこう語るじゃないですか。そういうあれがない、どうなのかな、まあ、僕よりも先に入ってたから、だからやっぱりちょっと性格が変わったのかどうかわからないけど、うん、なんかもう聞き手上手みたいになってる。よく言うじゃないですか、懲役をうまくやっていくには聞き手上手になった方がいいって、自分出したら揉め事になるから、うん、聞き手上手が一番うまく解釈につながってってよく言うんですけど、確かに、はい、だからもうそんな感じでおとなしくて、はい、何をやってるんですか、その作業は。作業は、はい、車の、まあ、ヘッドレストとか、まあ、車 の、 あのドアの内張りのちょっとした部品を、うん、あの作ったりとかで、まあ、懲罰ばか上がるやつは延々とバリ取り、金属 の、 あの機械で切ったとかバリが出るじゃないですか、はい、でそのバリをこうヤスリで擦る、うん、懲罰上がったりとか、あんまり単純担当に信用しないやつはもうずっと延々と1日擦ってますね。単純作業みたいなやらされてるんですよね。だけど、まあやっぱり信用あるやつは3トンぐらいの重さのこう機械指定みたいなのがあって、うん、足でポンって踏むとゴーンと降りるんですよ。そうするとこう横に部品が置いてあって、鉄の、まあ、これぐらいのパイプがこう最初 横なんですよ、うん、それをここに置いてボンってやって3トンの重さでゴンってやるとグワッてなってヘッドレストの中身になるんですよ、こういうこの、あの車の。それをこうずっとやってて、まあ機械して持ってる人は結構いい金額もらえると思うんですけど。うーん、まあ、でそのアベックの人はあれ巻いたりしてるんですか？うん、作業補助つけてましたね、はい、あの帽子に線入ってます？線入ってます。班長とかそっち系ってことですか？そうですね、だからもう指示する側じゃないですか、他のその、まあ、侵入の例えば担当が立ち役ってことですか？そうですね、例えば侵入が入ってきたら担当がある程度喋ったら、うん、そしたら作業の長を呼ぶじゃないですか、うん、こいつちょっと頼むぞって、はい、うん、そういうもう役をやってましたね。その何人かいるわけですね、あの事件は。いますね、はい、その中の一人がいたってことですか？主犯格は、主犯格と一緒だった。僕主犯格一緒で、その後僕は懲罰上がって僕も工場を転々としてたから、はい、出会ったんですよ。最初は僕は5工場、木工場いたんだけど、そこで上がったから金属工場飛ばされて、それで、まあ、アベック何々事件の主犯格と出会ってしまったっていう感じですね。喋ったりした？喋りました、喋りました。運動時間もよく喋りましたよ。マジっすか？はい、喋りましたね、ガチで。おとなしい？おとなしかったですね。あんなことしといて。おとなしいです。まあ目つきは良くないですけどね。あ、うん、今でも覚えてるんですけど。陰湿な感じですか？そうですね、ヤンキーっぽい感じですか、うん、それとも。でも入れ墨入ってましたよ。あ、そうなんですか。はい、主犯格は入れ墨入って、2番目の共犯のやつはまた違う車の工場で旧工場ってあるんだけど、そこを僕が行った時に共犯も出会ったんだけど、まあ共犯分けられちゃうじゃないですか。ああそうですね、はい、あでじゃあ同じ刑務所にはいることはいるんですか？います。その2人はもうその、まあ、実質出れないその死刑向きですね。あ、休憩が死刑です。あ、はい、休憩死刑の、はい、まかって向きになったっ。そうです、だからムキムキだったらまだね、はい、30年とか それぐらいしたら、まあ真面目にやってれば、まあ、なんとか35年じゃないですか最低が。だって50年とかいるやつもそうです、ね、いますし、いますいます。あと被害者感情がすごい、そうですね、あの関係してくると思うんで、はい、向きになってくると、はい、仮釈放は結構厳しいんじゃないですか？厳しいですね。被害者感情がもうあれだ、それだけの向きの人の事件で、まあ、一生懸命ね、あの宗教を吐いてお経を唱えて、でそのお経をね自分がこう一生懸命写経で書いてそれを被害者に送ったりとかしても送り返されちゃってるやつ多いんで、
いやもう思い出すから二度と手紙とか書かないでくれって被害者が言うらしくて、はい、で車房で、まあ、しくしく後悔して泣いてるやつとかいましたけどね、はい、いましたいました。だけどもう被害者感情良くなるわけがないんで、でもまあそれはでも出たいからやってるわけですよね。そうです、あの反省してるっていうよりかはパフォーマンスですね。あ、そうですよね、はい、一応形上ね、はい、そういうことやってますっていう書類というかデータは残るんで、はい、やっぱり生命犯はちょっとどっかネジが外れてないと無理だと思うんですよ。いや無理ですね。結局なんかあの例えば喧嘩とかして、はい、カットしてやってしまったっていうことでも、はい、やっぱり例えば刺すにしても足にするとか、はい、でもこういったりとかこういったりとかするわけじゃないですか、はいはい、だからちょっとやっぱり頭のネジがずれてますね。ずれてないと、うん、金属バットで思いっきりフルスイングできちゃうような、はいはい、例えばこう刺すにしてももう何回ももう気違いみたいにやっちゃう人いるじゃないですか。もうやっぱりそれってもうやっぱりちょっとカットなったでは済まされないところがありますよね。済まされないですね。いやカットなってもだってみんなやんないじゃんっていう話になってくる、はい、だから岡山なんかは逆にやんちゃもいるけど、うん、やんちゃよりもなんかもう本当に今まで真面目にやってきたやつがとんでもないことやってるやつが多かったですね。うん、確かに確かに、はい、逆に言ったら僕らなんかよりも怖いやつらですね。そういう方が見た目は全然普通に見えて、うん、はい、元学校の先生だったとかそんなのいましたから、うん、はい、やることがもう陰湿というか、うん、やっぱブレーキかかりますもんね。かかります、あの普通の人間って言ったらかかあれですけど、はい、情も入るし、うん、はい、だから2人とも一緒でしたね僕は。あ、一緒でしたしか2人とも会ってますね僕は、喋ってるし。その共犯の方はどんな感じだったんですか。共犯の方がもっとおとなしいですね。さらに身長は1m80、もうかなり大きいですね。大きかったですね。主犯の方がちょっと小さくて、まあ、名前もあの2人とも僕も覚えてますけど、アルファベットでお願いします。主犯が K、 共犯が T かな。それはやっぱグーれば出てきますかね。出てきます。あ、だググったら名前出てきちゃってましたよ。あ、そうですか、はい、出てきてましたね。結局最初は少年だったからパクられた時が、はい、その時は伏せてたと思うんですけど、うん、でも成人になっちゃえばもうあれだけ大きい事件ならもう出ちゃうじゃんし、でそれでなんか本書いてる人もねなんかいたりとか、うん、最近なんか少年の時のにやったことで、うん、成人した後にパクられて、はい、あの少年法を受けてる人いません。あ、なんかいますねそういう人。なんか30いくつだか40代とかで、はい、けどその犯行の日にちが少年の時なんですよ、はい、それで少年法が適用されてるおっさんがいるんですよ。あ、事件打った時が少年だからってことですね。みたいですね。あ、でもっていうのをちょっとニュースで見ました。あ、そういうこともあんだと思って、うん、だからあのアベック事件のやつはもう少年だったから今ねまだね生きてる、生きて飯も食べれて、うん、まあ刑務所の中ですけど、少年じゃなかったらもうこの世にはいなかったんじゃないですか、うん、はい、それぐらいの事件なんで、あれはもう愛知県中を驚かした、本当に震撼させた、あの時代に、うん、まさか会うと思わなかったです、うん、はい、まあ、本人には言わなかったですよ。あんまりなるべく事件の話とかね、あんまりそういう話は振ったりとか。でもみんな知ってるわけですよね。もう知ってます、知ってます、あいつアベックのやつだよみたいになってるわけですよ、ね、もうだってあの僕ら雑居でテレビ事件とか見るじゃないですか、はい、あ、この内容岡山ここうち来るぞ絶対ってみんなこうテレビ見ながらそうやって言ってますよ。 あこの感じはうち絶対長期だぞこっち来るぞとか、ね、もう来るタイプが分かるわけですね、長いこといるんで。そうそうそうです、分かる。みんな雑居で絶対来るぞってことは、僕がまだ入ってない時にアベック事件なんかニュースで絶対やるじゃないですか、うん、あ、岡山に服役してた懲役は絶対うち来るぞって絶対言ってたと思いますよ、はい、なるほど。そう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 、はい、今僕が考えてることは何かというと、はい、広告がつくかどうかっていうことですよ。あー、なるほど。いや最近広告つかないんですよ。あー、でもアベックだけなら大丈夫だと思うんですけどね。だって翔ちゃんさっきこうやってとか言うから広告がって心の中で思ってました。あー、なるほどなるほどなるほど。だからまあいろんなやつが結構岡山は有名なね、前も言ったけどね、その時代劇出てた子役の方もいたし、結構います。有名ってなんか別の意味の有名ってことですよね。まあそうですね。まあでもその人もね、あの大きな事件だし、事件だから、うん、まあ、名前何でしたっけ、何さんでしたっけ。
それはね、名前は大五郎の大五郎、はい、はい、あの子役の一番初代の大五郎ですね。あ、まあ、大五郎伝説で大五郎やる子役の人ってみんなパクられてるんですよね二代目大五郎もパクられてるんですよ本当に。あ、そうなんですか。そうです、二代目もパクられてる大五郎だからパクられるっていうか、その人が素行が悪いからパクられるわけですよ。まあそうですね、はい、大塚に住んでるとパクられるみたいな、そういうな、そういう感じと一緒ですよね、はいはい、だから僕印刷工場飛ばされた時に、あ、大五郎だと思って、その人もおとなしかったですね、はい、やっぱああいうとこ入るとみんなおとなしくなっちゃうもんなんですかね、うん、まあ、勇気は結構ずっと暴れて満期で出てく、まあ、僕みたいなのも多かったんですけど、やっぱり向きはね、うん、ちょっとでももうそこしかないから、ちょっとでもそこの生活を良くしようと思って、ね、おとなしくいい子にするわけですね。そうです、うん、って言いますよね、はい、お菓子一つでも多く買える名札をつけようとするんですね、うん、って言いますよね、本当に、はい、ありがとうございます、はい、今日は貴重なお話をですね、翔ちゃんから聞かせていただきました。翔ちゃんの TV さん、コメント欄の一番上に貼っときますんで、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。このチャンネルもお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。